ああ、なんでこった、切磋をしてしまった。シャア専用ビーチに変えてやんよ。えい、ラーシャーク、どうも、サメ横ネット16年、サメ横ネット人間 VTuber、ネクタ。リアルでーす。はい、今回やっていくゲームはこちら、マイーターとなっております。僕ね、サメ系 VTuber を目指していながらも、今まで、サメらしいことを一つもやっていなかったということで、今回、サメ系、ゲームをプレイしていこうと思っているんですが、さっきから PC からエグい音が鳴っております。これは機械台ですね。で、じゃあ早速やっていきましょう。設定で、キーマッピングで操作方法が見えるんですね。とりあえず WASD で移動して、で、噛みつくのが左、テールウィップああ左に回避回避?Q と E で左、右。え、これ何、上に回避、これ何、これどれ、えこれ何ボタン、これかな、なんか長いやつかな。潜水が失敗、覚えることいっぱいあるな、これ。これ何、シフト、シフトか。進化ここら辺チュートリアルあるって信じよう。とりあえず、字幕は欲しい。チュートリアルポップアップもとりあえずつけといて。マウス？うん、ここら辺はわからんな。ちょっとゲームの音はちょっとダメの、え、待って、ゼロにならないで。8ぐらいがちょうど、あのね、僕部屋っていうか防音室内で今撮ってるんですけど、防音室の部屋の構造上ライトが必要でして、そのライトの設置場所がどうしても狭いから、画面の目の前にあって、ディスプレイの右上にあるんですけど、リングライト。美容系 VTuber って言っちゃう、YouTuber がよく使ってる。それのせいで、画面の右上が見えないんですね。まあいいや、やっていこう。僕ね、ゲームに集中しちゃうとあんまりね、喋れなくなっちゃったりするんですけど、できるだけ、黙らずにゲームがプレイできるように頑張ろうと思います。Meanwhile, aboard the Cajun Queen. その頃、ケイジャンクイーンでは、早速、ピエール・ルブラン、またの名はスケイリー・ピート。このちゃん、親父はサメ狩りをした。俺もサメを飼っている。遺伝だな。俺より立派な漁師だって言いやしない。There's somebody better than this you'll be followingみんなサメを勘違いしている。正しくちゃ俺たちが共存する方法について語るが、一体どうすればサメとの共存が可能だっていうんだ？え？サメの目的は一つ、人を殺して、クソをして、ひねり出すことさ。俺がやっていることは人類にとって必要なことなんだ。一日に24時間しかないのが残念だよ。時間がありゃもっと殺してやる。ウォーテックバイオでサメが発見され、死者が捕獲されています。スネアスコメンに刺さった錆びた森で識別できます。邪魔するな、仕事があるんだ。これどういうゲームなんでしょう。それすらわかんないの。これが僕かな。This is an adult bullshark, fast, fierce, and armed quite literally to the teeth. She has little to fear here in the Gulf. 現在の視点操作設定を保持しますが、まあいい。W で移動します。The muscular marvel confidently moves through its watery world. 筋肉を蓄えたサメは優雅に泳ぎます。だいたいマウスとこの W に、獲物を食べる、獲物どこだろう、お、なんかいる、シーラどこ、
奥の方か。あ、これ、あー、マウスと WSD の組み合わせはちょっとやりづらいな。まあいいや。まあ、慣れればどうにかなるし。生態系壊してやるぜ。ウェーイ。The Predator's 350 fearsome teeth are put on full display. M 食べるってまだなのかな？まだ食べなきゃいけないのかな？さっきからすごい食べてると思うんだけど、まだかな？キングマカレル、なんか美味しそう。僕いつまで食べればいいんだろう。とりあえず皆殺しにするぐらいまで食べる。あ、これまだ殺しきれてないんだ。ん、おい、キングマカレル上行ったぞ。なるほど、毎回仕留めきれてないな。なるほど、今のでやっと2匹目ね。なるほどね、理解した。とりあえず食べよう。あー、連続クリップ必要なのね。オッケーオッケー。エルリップ、相手をノックバックさせ気絶させることができます。なるほど、なんか試してみようか。キングマカレル、今度こそ当たってないんだが、当たってないんだが、Exhibiting behavior more common to a pressure shark, this bull makes creative use of her powerful tail. 強力な尻尾を武器として使用します。背びれモード。ノーマルモードで水面に向かって泳ぐと、背びれモードに入ります。背びれモードでは水面を泳ぎ、獲物に忍び寄ることができます。あの、サメ映画でよく見るやつね。サメがいるぞーってなる、あれが背びれモードね。これ、早く走るダッシュ的なやつないのかな？だんだん食い方に慣れてきたぞ。泳ぎ方はまだよくわかんないけど、なんとなく、あ？熱格子からの脱出？鉄格子を破壊して脱出せよ。見つけて何かな？むしろテールエッペじゃない？あ？アザラシがいる！ここ哺乳類だ。あ、血がすごい。どこから出ればいいかな？とりあえずセベルモードになるのがいいのかな。光ってる。いや、綺麗だな、このゲーム。さっきから PC がウェイウェイ言ってるんだけど。あー、すげー。古代遺跡じゃないわ。不法投棄だ。不法投棄でもないのかな。シープって書いてる。あー、純粋にここを散歩するだけでも楽しいね。かんね。とりあえずセベルモードになってみようか。A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. セビルモードからジャンプで空中に飛び出して水上の敵を襲います。The bull performs an acrobatic feat worthy of an orca, cruelly imprisoned and put on display in a marine park stunt show. アクロバティックな動きを見せます。なんかシャチってさ、めっちゃ強いらしいね。じゃあこいつめっちゃ強いんだな。乗れるかな、あの上。進化が必要でした。何これ。あ、なんかいるが、ジェットスキーがいるが。増えた。なんで思った、殺生してしまった。
シール潜水ね。The big fish plunges to the ocean below. この大きな魚は海深くへと潜ります。ターゲットに向かってシフトを押すことで高い速度で進むことができます。シフトをしてたら。The bull's speed is astounding for a large marine predator. ヨットがいる。If you enjoy traveling at six knots, being liberally slashed by sea water, then the sailboat is the ideal vessel for you.人がいた。どうしよう、まだチュートリアル終わってないんだよな。一旦潜って水面から飛び出るっていうけど難しいな、水面から飛び出るの。いやー飛び出せないな。あれ難しいな。こうか。全然ダメだ。あやー惜しいな。押してー。ん、あれ、お、いけた。いけてない。難しいな。このチュートリアルが難しいぞ。あやーシフトだよね。シフト？これシフトじゃなかったりする？シフトだよな。フレガにこのマークついてるのないしな。これしかわからんぞ。水面に向かって。出せないんだが、あ、え、もしかしてずっとそこが間違ってるわけでもねえよな。ちょっとここカットするかな。そうでしょ、チュートリアルで積むのはやだぞ。あれね、ここ。A breaching shark is a rare and calorie-intensive spectacle. 水面から出るサメの姿は珍しくカロリー過多な光景です。もう一回沈んでみて。いけたー。ヨットをちょっと襲ってみる。ちょっとサメ以外らしく、この状態でデーデンってしながら行ってみようか。デーデン、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 人間、人間がいる。人間がいるぞ。さ、ハイヨル、ハイヨル。ハイヨルサメ。逃げてるこれ。気のせいじゃない。 Sailboats recall a simpler time when life was a burden and suffering was the norm. What should I do? Nope, nope, get away! Oh, this nut! なんかピー、ピー音が聞こえた。The sailboat is a pure, refined, and ancient form of transportation.
あ、また。血でこの手を染めてしまった。とりあえず、チュートリアルを終わらせるか。よし。最初の目で、もう、ウィップショット。さっきの人間も食べちゃったかな。じゃあ、とりあえず、サンゴハタってやつで試してみよう。獲物の上で、お腹をすかせたモンスターが獲物に近づきます。うわさん待って。なんか教会がある。なんか。じゃあ。あい。でも一回噛んでから。一回噛ってから。ん？噛んでから？おや？なかなか難しいな。アトランティックスペードでいいよ。これなんか魚の名前についても学べるいいゲームですね。子供の教育に。お、アザラシ。よし、泳ぎ方の練習は完璧。アザラシどこ行った？とりあえずビーチの人たちを倒すってあるから、人間これからいっぱい食べればいいのね。よいしょ、すでにいっぱい食べちゃった。なんだろうあれ。イベントマーク？ん？進化が必要です。長老？あ、え、これ、とりあえず、ビーチの人たちを皆殺しにしたら、進化できるようになるのかな？あれとか多分人いるよね。ねえ。お、人間いるじゃん。シフト。よ？オーマイガー。ワイツ。シャーク、シャーク、シャーク。早っ。あー、これちょっと追いつけないかな。いや、いける、お前なら追いつける。ジョージロー、俺なら追いつける。奴らの先を行け。知らんが船を沈めたので、人間を。え？人殺してもダメだ。え？死んでる。死んでる。とりあえずビーチの人じゃないとダメっぽいですね。やばい。無駄な殺生をしてしまった。あれビーチかな？
シイラってなんか美味しいらしいですね。食べたいな。あ、いた。つか陸だけど行けるの？まあサメに陸も関係ないかも。水道から出てきたりするもんね。どうした？Must return to her native ocean home. お、ジロー、残念、故郷の海に帰らねばなりません。やばい、死んじゃう、死んじゃう。ああ、やばい。行くでは呼吸できませんから、なるべく早く帰らなきゃいけないか。これか、この左下にあるメーター、僕の体力ゲージね。なるほど。え？でもビーチの人たちを倒しても、何もふ、あれじゃん。どうしよう。え？あれビーチの人たち判定じゃなかったってこと？これ？あのソナー、ソナーっていうのあれに行けばいいのかな。いやービーチの人たち殺したつもりだったけど足りなかったか。あ、これ、あ、こっちのビーチね。なるほど。While it is well known that sharks feed on mollusks, fish, and seals, less discussed is their propensity to feed on fish.A shark's hatred for boats and all other creations of man is unmistakable. Must be emphasized that this sort of targeted violence is quite unusual for a shark. Scary Pete が Hunter を消しかけたって。That shark needs a good whack on their nose. Go get him, Chad.